はい、どうも、タクタクです。マガシロのミコ、やっていきましょう。あ、俺ここ入ったっけ？鍵を取りに行くんだよ。ホタルちゃん、一緒に行こう。つか、こっち行った？これ来たんだっけ？ホタルから離れす、あ、こっちまで行けないことね。はい。ホタルちゃんをこっちに、はい、誘導する。暗いとこがあったんだよね。あれ、どっから来たんだろう。ここだったよね。ここ入れるかしら。わ、真っ暗です。さすがにここには何も。家寝のため見ておいた方がいいのでしょうが、ですがこのままでは、ああ、なるほどね。この調子だと無理やりにでも入っていきそうだ。それは、やめさせないと。なるほど。暗いとダメだと。この中入れんのかな。あ、鍵かかってる。まあ、幽霊いるしね、この中ね。そっか、当てが外れたな。どうしよう。じゃ、ああ、やべやべ。またこうなるよね、なるよね、なるよね、なるよね。ああ、やめて、やめて、やめてー。はあ。勝てない。ここね。集中、集中。はい、集中。はい、集中、集中。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。危なっ！これライフ回復できないの？さっきのやつのかけらか、本体はどこに？おぉ、本がたくさんあります。のんきだな。怯えられるよりはいいけれど。これ回復するのかな？ライフって。どうなんだろう。ノーダメできたかったけどな。で、これででもおかげさまで、あ、ほらほらほら。読める。芸術一報。マントカ賞を受賞した囲い周一郎氏は、肖像画の分野において特に秀でた才能を発揮している。その才覚はおよそ小さな賞に留めておくにはもったいないほどのものだ。特にちょめちょめに意を移して以降の作品には目を見張るものがある。氏は対象を正確に描くのみを良しとせず、時には対象の願望を現実に、あるがごとく描いてみせる。この点においては賛否両論であり、氏が正当な評価を受けられないのもこれが起因しているのだろう。願望。だからお母様の絵は、何姿だったのですか？理想の姿を描いてくださるなんて、とても優しい方なのですね。ほう。他は？他に、あ、これも読める？いつも思うが、東のちょめちょめだけ外開きになっているのはなぜだろう。一体昔は何に使われていたのだろうか。東の、あ、もしかしてあの部屋が外開きだったんですね。通りで開かないと覚えておきましょう。ほう、外開き。これ読めない。あそこのことかな、もしかして。外開きってこっち側に、あ、違う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 、やっぱりいましたか。何が？お、出た。怪しいなって思ってたんですよね。みんなざわつき出したんで。太郎、なんでここに？何っていつもの情報稼ぎっすよ。千歳さんこそどうしたんです？隣町っすよ、ここ。それが、そういうことですか。いつものことながら腹なしのネタにこと書きませんね。ホタルちゃんは恨ましいくらいです。怒るよ。冗談ですってば。大変だなって思ってますよ。あ、それよりも知りたいですよね。その女の例のこと。知ってるの？昔はかなりの、私も近づきたくないくらいの怨霊だったんです。よほどの恨みでも、抱えてたんでしょうね。目に入る奴ら全てを呪い殺すくらいの勢いだったんですよ。それがここ数十年、とんと落ち着いてね、ただの浮遊霊になったと思ってたんです。怨霊が浮遊霊になるなんてことあるの？ありますよ、そりゃ。むしろずっと恨みを持ち続ける方がきついもんですからね。でも今はまた、そうなんすよ。ここ最近またどうにも不穏な感じになっちゃいましてね。侵入する輩を排除しようと、して、になってる。薬器ね。薬器かな？になってるみたいです。だからホタルを、まあホタルちゃんはそうでなくても狙われてますからね。理由はさておき、厄介なものは間違いないです。まあ力が安定しない今が狙い時ですよ。早いとこ退散した方が。そうなら殺せばいいんだ。はい？まだ帰れない。殺してしまえば安全だろう。太郎、居場所を。ちょっと待ってくださいよ。旦那、物騒が過ぎますよ。大志、そんな簡単な話じゃないんですよ。かくれん坊主と違って彼女はわざとここに縛られている。
そういう輩にとっちゃここは自分の庭も同然、本体を隠すこともまたしかりです。じゃあ太郎でも見つけ出すのは難しいってこと？申し訳ないですが、そういうことです。悪霊ってのは本当に厄介ですね。ああはやりたくないもんです。同情はしますが、私はそろそろ危なそうなのでおいとましますが、まあなんとか頑張ってくださいね。あ、待て、逃げやがった。いつものことか。タロの話が本当なら本体を探して殺すのが手っ取り早いだろうけど、どこにいるのか見当もつかない。このまま進むしかないか。ということで、じゃあ一回記録して、多分キッチンの扉のことなのかなと思うんだよね、さっきのことはね。一回外に出て、遠いな。こっち合ってるっけ？え？おっと、急に？また？やめてやめて、なんか変なのいる変なのいる。危な。この、ここだよね、多分ね。ここのことだよね。違うかな？あ、ここじゃない。ということは、他に開かなかったところがでもあったような。あ、ここか。おお、本当です。外開きだったのですね。あー、これ結局、見せちゃうことになるやん。じゃあちょっと、おたちゃん。これ見てみ、あ、見ないよね。どこを調べる？あ、これか。これを、はい。折り目のついた紙がある古い便箋のようだ。丸、何？による、悲観、え、何？であり、過去の、何、全然読めない。たたりが、とされ、被害が多数、お、何、たたり？そんなこと、本当にあるのでしょうか？これだけじゃないよね、まさかね。他は、あ、これ？少年の絵が壁に掲げられている。おお、隙間から風がもしかして。失礼します。お、穴が開いてる。はい、随分古いですね。奥まで続いています。隣はあの真っ暗な部屋か。これで少し明るくなったかもしれない。なるほど、そういうための部屋だったのか。美しい女性の絵、綺麗。やはりあの絵を描いたのは囲いさんで間違いないようですね。こっちは調べられない。他に調べるものもないようだね。よし。これで鍵が手に入るはず。おお、これはどこの鍵？すすけた鍵を手に入れた。他には特に何もなさそうですね。行けそうな場所もないですし、2階の方を見てみましょう。こういう時のホタルはすごいな。妙に粘りがあるというか。ホタルにとってそれくらい大事なものなんだろうってのはわかるけど、でも、いや、いいや、僕がどう思ったって止まるわけじゃないから。ほう。日が傾いてもう そんなに時間が経ってたか。やばいね。魔の時間が始まる。上かな？え、ホタルいなくね？あ、やっぱここだ！ここでなんか、自殺したよね、多分、オープニング。マリを手にした少女が描かれている。え、どこ行った？ホタル。ホタルがどこにいるんだろう。ホタルがどこにいるかわかんない。あ、いた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 。あ、ここだよ、ここ。ホタル？あ、いた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 。お前、何を？あ、セーブ。ということは？そういうことは？そういうことでしょう。何すんの？おお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 お、なに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 、倒した。一つ退散したみたいだけど、タロの言う通りだ。本体をやらないと意味が。ホタル、ダメだ、こっちに来ちゃう。ホタル、おい、何してんだ。え、あ、私、離れろ。あ、はい。どこ行くんだよ、そっちは通れないだろう。ですが、離れろと。うちじゃない、その窓から離れろって言ったんだ。あ、そうですね、落ちたりでもしたら危ないですものね。あの、お体の具合はよろしいのですか？言っただろう、ただの立ちくらみだって。もうなんともないよ。そうですか、それならいいのですが、それよりここは通らない方がいい。通らないがいい。どうしてですか？
出るんだよ。そこは昔女が自殺したんだ。夜な夜な気味の悪い女の姿を見るとか、たたられてるとか、ここらじゃ有名な話だ。だからそれ本当のことなのでしょうか、にわかには。あなた疑っているわけでは。あんたはどう思う。私はたとえ本当に自殺してしまった人がいたとしても、その方をそれだけで悪く言いたくのはないです。冗談だ。え、驚かせようと思っただけだ。床板も柵もひどく傷んでる。だからやめておいた方がいい。ああ、そうなのですね。ありがとうございます。気をつけます。行っちゃった。あの子は何なんだ。廃屋に二人で行動しない少女二人。ここ入れる。開いてないね。先ほどの鍵で開くかもしれません。あ、何？鍵が穴の中に手を伸ばせばなんとか届くかも。ああ、無茶するなって。ダメです。あともう少し腕が細ければ、僕が拾えばよかったんだけど。この中入れんのかな？ここ入っちゃった。じゃあここに入んなきゃいけないっぽい感じはするな。こっちは？うお、それは本当なんだよ。なんだな。え、やばいやばいよ。うん、ずっといたから知ってる。そうかね。え、そんなちょめちょめちょめより遊んで遊んで、お話ししよう。ずっとずっと。お、強い。あんたは君見えてたんだ。だったらなんだ。なんだって。じゃあさっきの話も本当だって気づいてたんだろう。なのになんで。うちには見えているから信じてくださいとでも言えと。頭のおかしい子供でしまいだ。ホタルはそんなこと。それよりちょうどよかった。守護霊うちも連れて行け。ホタルってやつに同行させろ。は？なんでどうして急に。なんだっていいだろう。よくない。信用できないやつと一緒にいさせられるか。な、さっき助けてやっただろう。忘れたのか。それは感謝してる。でも見ず知らずの人間には変わりない。変なことでも企んでるかもしれないだろう。別にそんなんじゃん。あ、悪いって思ってたんだ。え？うちが連れてきたせいで巻き込まれてるんだろう。あんたの言う通り良くないのがいるのも知ってた。まさかここまでひどいありさまだとは思ってなかったけれど。ホタルってやつは何も気づいてないんだろう。のんきに歩けるような場所じゃないし、行って帰るような人間じゃないみたいだ。だから。じゃあなんでさっきホタルに会った時にそう言わなかったの？それは少し考えたかったからな。うちはこんなんだからそう簡単に他人についていけないんだよ。あんたならわかるだろう。さあね、わからない。僕は人間じゃないから。でもいいよ。君が本当にホタルを助けてくれるなら僕もできる限りのことはする。さっきみたいなやつからも守ってやる。さっきのか。ともかく信用してくれるってことなんだよ。なんだな。そうは言ってない。ホタルに何かしたら見せるから、そのつもりでいて。あんた性格悪いな。レイなんてみんなそういうものばかりだろ。それでホタルってやつはどこにいるんだ。今はそこの扉の向こうにいるみたい。ねえ、さっき何してたの。君はどうしてここに。教えろよ。内鍵が壊されている。え？さっきのやつらの仕業か。とにかくどうにかして外に出ないと。僕も手伝うから。ホタル呼んでくりゃいいんじゃねこれ。鍵があれば外から開くかもしれないけれど。ということはこの子を操作してってことになるのか。なるほどね。この子を使ってやるパターンもあるんだ。はい、といったところで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ次回はね、いろいろ探索していきましょう。ではまた。